ずいぶん荒れてるな。そりゃ遺跡だしね。今日は遺跡で宝探しか。先に来た連中に荒らされて俺の取り分はもうないかもな。諦めるのは早いぜ、恩人さん。くっと、フルバマシュトラールへようこそ、恩人さん。ここはまさしく空の宝島、金銀財宝が眠るというぜ。秘められたお宝の匂いを嗅ぎつけて駆けつけるとは、さすが腕利きの空賊だな、恩人さん。くっ、空賊？何のことだ。俺はモーグリ族一番のタフガン、その名もモギ。そして恩人さんはパラミティア一番の空賊。クッポ、俺が空賊だと？お前何を企んでる？ちょっとした儲け話さ。事情はおいおい聞かせるから、空賊のふりをして一芝居打ってくれ。オーケー？オーケーだな、クッポ。答える前に進めるな。誰もオーケーなんて。どうだ野郎ども、お望み通り空賊を連れてきたぜ。野郎ども誰もいないけど。出てきな、マンドラーズ。植物の名前か。野郎どもというより野菜どもっつうか、ほぼ八百屋。そういうわけで恩人さん、これがマンドラーズの手配書だぜ、クッポ。何がどうなってそういうわけだ。そりゃ決まってる。これから恩人さんは手配書に記されたタフな賞金首と戦うモブハントに挑むってことよ。守備よく賞金首を倒せば、恩人さんの懐にそれなりの報酬が転がり込むって寸法よ。わかりやすい流れだな。だがそれと空賊と何の関係が？ふむふむ、盛り上がってるみたいね。やっと空賊が来たぞ。久しぶりで嬉しいぞ。決まっていくぞ、おう。だってどういうノリだ。さあ野郎ども、配置につけ、モブハントの始まりだぜ。くっと、ナイスファイトだったぜ、恩人さん。その飛空石があれば
空賊らしくなれるぜ、クプ。こいつは何に使えるんだ？恩人さん、教えてやってもいいが、自分で感じたいだろ、クプ。クプ。何の音？近づいて。嘘でしょ？これって、ああ、飛空艇だ。知ってるの？記憶ないの？常識だ。パラミディアにも飛空艇があったんだな。ないない、浮遊石で飛ぶ飛空船の言い伝えがあるにはあるけど、こんな機械を作る技術がパラミディアにあるわけないよ。どこで見つけたんだ、モギ？この地に眠っていたのさ。大方違う世界の空からパラミディアの空へ迷い込んだんだろうな。空ってのはそういうものさ。世界と世界をつないでくれる。くっ、すべての空は一つのつながりか。恩人さん、詩人じゃねえか。だが気をつけろよ、空にも魔物はいるんでな。くっ、お前を、そう、やっつければいいのか。空賊め、かかってこい、待ってるぞ。だって、あいつらが空賊と戦いたいのは分かるが、なんでわざわざ自分の手配書を持ってくるんだ。空賊の前に立ちはだかるタフな賞金首を演じるのが楽しいのさ、クプ。タフガイごっこに浸りきってるあんたが言うと、すっごい説得力ね。さーて、恩人さん、マンドラーズは空賊とのバトルを楽しみにお待ちかねだ。空賊らしく戦ってあいつらを楽しませてやれ、クッポ。どうも気が引けるな、あんなのと戦うなんて、いじめるみたいだ。言うと思った、君ってクールぶってるくせに、小さくて丸っこい子にはいつも大雨なんだから。悪かったな。見た目で油断しないでよ。ああ見えて実はめっちゃ強くて、君なんかボッコボコかもよ。そいつは意外な展開だろうな。
焼いた。油断してるよ。今のうちに攻撃。あいつぼーっとしているぞ。俺たちに気づいてない。だから収穫のチャンスでしょ。お前空気か。美味しくいただきます。賞金首に情けは無用。ああ見つかっちゃった。お前が叫んだせいだろうが。美味しいかな。試食してみて。お前がな。第2ラウンド開始。見た目より丈夫だな。どんずら。おうぞ。待ちな。逃げる相手に追い打ちをかけたつもりが罠にかかって返り討ち。よくある話さ。恩人さん、忠告しておくぜ。勝った時こそ深追いは禁物。それが戦いの鉄則。クッポ。戦わない種族の癖して偉そうに。倒せなくていいのか。ふん。マンドラーズは空族と戦うために鍛えた力を発揮したがってるだけさ。バトルで実力を出し切ってあいつは満足したはずだ。さすが恩人さんだぜ、クポ。それはどうも。この後さらなるマンドラーズが手ぐすね引いて待ち構えてやがる。恩人さんの分を祈るぜ、クポ。あのさ、マンドラーズとモギーってグルっぽくない？そうであっても不思議じゃないの。また手渡しか。大体なんで手配書なんだ。そんなに空賊と戦いたいなら持ってくるのは手配書じゃなくて挑戦状だろ。どうしてだろうね。ふむふむ。賞金首って響きがかっこいいからって言ってる。単に気分の問題かよ。あとコンも言ってる。そもそも挑戦状というのは強者に勝負を申し込み、格下の側が出すものである。お前ら人間よりも格上である。我々マンドラーズの方が挑戦状を出すのはおかしい。だってなんだと。随分言ってくれるじゃないか。お盛り上がってきた。いや待て、エコ。こいつ今本当にそう言ったの？お前の通訳は確かなんだろうな。私を信じてくれないの？疑うなんて傷つくな。まさかお前まで来るかよ。ここで戦うか。あらら、まずいかな。お前本当に空賊かって疑ってるみたい。疑り深いやつだな。もし俺が空賊じゃなかったらどうする気だ。我々を騙した罰として程よく血祭りにあげた後、畑の肥やしにしてやるぜ。だってそう言われても俺は空賊だからな。あいにく証拠も何もないが、これが嘘だと思うなら力ずくで真実を吐かせてみる。あ、開き直った。その言葉忘れるな。だってもし嘘をついていたら法の番人が裁いてやるってさ。好きにしろ。強引に押し切ったね。でも君が空賊じゃないってバレたら大変なことになりそう。負けなければいいだけだ。追いかける？いや、勝負はついた。これで俺の正体を疑うことも。
よう、恩人さん。モブハントは順調だな、クポ。そうでもないぞ。妙な奴が現れて、マンドラーズをかばったんだ。カブトで顔は見えなかった。なんだと？そいつは、もしや、黒い鎧に、黒いマントだったか、クポ？知っているのか？この目で見たわけじゃねえけどな。マンドラーズの話を小耳に挟んだ。この地の秩序が乱れるとき、法を司る存在が現れるというぜ。罪深き者に裁きを下す審判の騎士、その名はジャッジマスター。法と秩序を守る番人らしい、クポ。法の番人という割に正義の味方らしくは見えなかった。法と秩序とは非常なものさ。奴はルールを破った者に審判を下し、容赦なく罰を与えるという、裁判官というより処刑人だぜ、クポ。パラミティアルールの番人なら、ボイスの手先か。それはどうかな。私にはこの世界のルールを外れた異端の存在に見えたけど。結局正体不明かよ。オフナ、構えないのか。俺は空賊だ。そんな名乗りは聞こえないが、実は盗賊みたいなものだな。ご褒美欲しさに暴れ回ってこの地の平和を乱してる。あんたが法の番人なら、その手で俺を裁いてみせろ。ちょっと挑発しすぎじゃない？なんとか言ったらどうだ。それともその大げさな鎧の中には空っぽか。それって言う怖いこと言わないでよ。空振りだな。さすがに今ので怒るほど幼稚な相手じゃなかったな。ってことは怒る心がないのかもしれない。あいつは幽霊。ちょっとやめてよ、そういう話。この日を楽しみにしてました。空賊さん、よろしくです。でさ、おう、本当に空賊さんですよね。有名な方なんですよね。だって、いや、それほどでも。ほらほら、期待してるんだから話を合わせて。それほどでもないな。それなりの空賊だ。感激してるみたい。謙虚な方なんですね。本当に実力のある人は威張ったりしないと言います。すごい方と対決できて僕光栄です。Okay.
そりゃどうも。お前に恨みはないが、まだ逃がさないからな。いじめる気？脅すだけだ。ジャッジマスターを誘い出す。さあ、助けを呼んだらどうだ。出ないと痛い目を見るぞ。こう言ってるよ。口では怖いことを言っても、あなたにはそんなことはできません。あなたは強い空毒だから、弱い者いじめなんかするはずない。僕、信じてます。そんな目で見られたら。ほら、やっぱり僕の思った通り、クールぶってるけど甘い目です。バカにされた気がするか。理解されたって思っときなよ。ジャッジマスターは叱るべき時に現れる。そうよ。何がどうなれば叱るべきなのか。それは時と場合とマンドラーズの判断によるってさ。すごいな。だが一つはっきりしたぜ。ジャッジマスターはマンドラーズに都合よく動く。つまり奴らはグルってことさ。クト。おいモギ、念のため聞いておくが、お前あのジャッジマスターとグルじゃないだろうな。おいおい恩人さん、そんなわけねえだろう。クト。本当だな。ふん、この俺の目が嘘をついてるように見えるか。よく見てくれ。クト。見たところ黒ね。ふん、俺の瞳に乾杯。クポ。黙って眺めているだけか。法の番人どころか傍観者だな。来るか。止めない方がいいかもしれないぞ。え？
戦って分かったんだ。攻撃は重くて鋭かったが、やつは虚ろだった。鎧の中身は人間じゃない。とは限らないだろう。魔法で鎧が動いていたり、機械仕掛けの人形だったり、幽霊以外の可能性はいくらでもある。そうよね。幽霊じゃなくて悪霊だとか。同じだっつーの。いい調子だぜ、恩人さん。マンドラーズも楽しそうだ。空賊と戦うって願いが叶ったからな、クポ。こうなったら最後まで空賊らしく演じきるしかないな。それでいいさ。今までの自分なんて関係ねえ。大事なのはいつだってこれからの自分だぜ。これからは空賊らしく。そんな覚悟を決めて飛んだら、恩人さんはもう空賊だ。マンドラーズだって認めるはずさ、クポ。面白い考えだ。それはお前の生き方なのか？そんな生き方も悪くねえが、俺には無理な注文さ。知っての通り、モーグリ族は一族で記憶を共有している。種族の歴史や仲間の思いに嫌をなしにつながれちまう。過去のしがらみにがんじがらめってわけだ。だからモーグリ族には今までの自分を忘れて生き方を変える自由はねえ、クト。モーグリとして生まれたらモーグリとして生きるしかない。そんなところか。実は不自由な種族なんだぜ。ま、この俺は他の連中よりちょいと自由な方だがな、クポ。ちょいとどころか自由すぎるっつーの。って突っ込む私の声も聞こえないのよね、モギーには。と見せかけて実は聞こえていたりしてな。ありえる。モギーの言ったこと覚えてるか？モーグリは過去に縛られてるから自由になれないって話？ああ、生き方を変えるには今までの自分にこだわらず、これからの自分を大事にしろとか。確かに過去のしがらみは断ち切った方が自由に生きられるよね。それがどうかしたの？過去を断ち切れば自由。本当にそうか？だったら俺たちブランクは自由なはずだ。過去の記憶がないんだからな。それが現実はどうだ？パラミティアルールに縛られて、戦いに明け暮れて、何が自由だか。おまけに立ちの悪い妖精につきまとわれて振り回されて。人事だと思って。思ってないよ。過去を断ち切るって意味を誤解しないで。思い出を切り捨てるんじゃなくて、思いを切り替えるって意味だからね。過去はもう変えられないんだから、未練や後悔にとらわれずに前を向けってこと。俺には関係ないな。記憶がなければ過去にとらわれようがない。そこがとらわれてるんだよ。君は記憶がないことを実は気にして引きずってるの。普通気にするだ。でも気にするのをやめられたら、記憶のない自分を受け入れられたら、君はきっと自由になれるよ。ああ、だといいな。信じてみたくなる話だ。信じるか信じないかは君次第。一気にうさんくさくなるな。恩人さん、いよいよだぜ。最後の島に渡ったらマンドラーズと最終決戦だ、クポ。それにジャッジマスターともな。覚悟はできてる。お前はどうだ？
準備万端、抜かりはねえぜ。この後、ついにクライマックス。衝撃の結末を見逃すな、クポ。どっち向いて予告してんのよ。恩人さん、案内できるのはここまでだ。無事を祈るぜ、クポ。安全な場所で戦いの見物か。高みの見物と洒落込みたいのは山々だが、やることがあってな。俺はこれからマンドラーズの根城に潜入する。恩人さんが奴らをおびき出している間にジャッジマスターの秘密を探るぜ、クポ。急にどうした？お前らしくも。ふん、恩人さんばかりに骨を折らせちゃカッコつかねえからな。襲われたらどうするんだ？戦えないのに。ああ、そうだな。モーグリ族は無力。それが現実だ。だが、現実に従うだけじゃ何も変わらねえ。俺は逆らってみせるぜ。楽じゃねえのは承知の上だ。俺にも現実は見えてはいる。しかし、だからこそあがくのさ、クポ。モモキ、止めても無駄、クポ。いや、大した覚悟だと思う。俺も見習いたい。止めない、クポ。もしかして止めてほしいの？まさか。そこまで覚悟しているなら俺がどんなに止めても行くよな。頑張れよ、モギ。現実は厳しい、クポ。大歓迎だな。そんなに空賊と戦いたいか。まとめてかかってこいっつーの。取れたて新鮮青物市場に並べちゃえ。決闘の舞台はこの島に眠る古の飛空艇だ。てさ、望むところだ。古の飛空艇か。パラミティの外から流れ着いたものでしょうね。俺の地元から来た船かもな。なんなら乗って帰ってもいい。古のってことは古くて取れないと思うけど、飛べたとしても操縦できるの？飛ばして練習するしかないな。エコ、お前も乗るか？そんな危なっかしいの絶対嫌。俺を裁くために現れたのか。クッパー、ガンガン行こう。まさか、あんたが戦う理由はマンドラーズを守るためか。この手応えは。え、カブトが動いてる。何よこれ。よう、恩人さん、見事な勝利だな、クポ。なんなのよ、そのキンキラは。
くぽ。恩人さんと別れた俺は単独潜入ミッションを敢行した。マンドラーズの本拠地は古の飛空艇。そこで見つけたのがジャッジマスターの鎧ってわけよ。鎧を調べようとしたらマンドラーズに見つかりそうになってな。俺はとっさに鎧の中に隠れた。ヤッコさんたち俺に気づかないまま鎧に向かってまじないを始めてな。すると鎧が一人でに動き出し、俺の中に入れたまま恩人さんの前に現れ、剣を交えたって次第さ。クソ、ジャッジマスターの正体はマンドラーズの術で動いていた空っぽの鎧。幽霊なんかじゃなかったんだな。それがわからねえんだ。動く鎧の中にいる間、俺は誰かの意志を感じた。それは恨みや憎しみじゃねえ、喜びや誇らしさだったぜ。クポ、何かを守って戦う誇り、そんなところか。俺も感じたんだ。ジャッジマスターはマンドラーズを守ろうとしていた。きっとあの鎧の主は守るべきものを守るために戦うことを願っていたんだろうさ。そんな思いが鎧に焼き付いてマンドラーズを守ろうとした。泣ける話じゃねえか、クポ。それはそれとして、その格好は何なんだ。お前最初に言っていたな、空賊のふりをして楽しませたらマンドラーズが宝物をくれるって。その宝物というのはお前が潜入したマンドラーズの根城にあった。俺たちが戦っている隙にお前は宝を独占しようとした。違うか。おいおい、そいつは誤解、クポ。俺はただ恩人さんへの報酬を選別していただけさ。恩人さんは違いのわかる男。こんな品のねえ安ピカ物を渡せねえから俺が処分しておくぜ、クポ。物はいいよね。じゃあ俺への報酬はもっといいものなんだろうな。ふん、恩人さん、物の価値を決めるのは金額や人の評判じゃあねえ、自分自身の価値観さ、クポ。ああ言えばこう言って面の皮分厚いんだから。心がタフなのは確かだな。忘れてもらっちゃ困るぜ、モーグリ族一のタフガイ。人呼んでモギーとは俺のことよ、クポ。見た感じもう何年も飛んでいないな。このままここで朽ちていくのか。再び自由に飛ぶ日を夢見て眠ってるのよ。いつか君の力で翼を取り戻してあげて。俺に飛ばせって言うなら光の戦士は諦めて空賊の修行でもするか。諦めなくていいんだよ。君は光を求めればいい。光の戦士が世界を救えば空は希望で満たされる。希望の光が輝くとき、ここに眠りし飛空艇シュトラールは蘇る。シュトラール、その名は光か。光を取り戻したければ光の戦士として頑張れってわけだ。自由な空賊に転職とはいかないな。自由のあり方は人それぞれよ。誰からも口出しされず思うまま生きる、それが自由だと信じる人もいれば、
守るべきものを自分で決めて意地を通す。それが自由だと悟った人もいる。俺の自由はどこにあるんだろうな。わからなければ求めてよ。君の自由がどこにあるのか、いつも心に問いかけて。いつか答えが見つかったとき、君は自由になれると思う。お前の束縛からも自由か？気にならなくなるかもね。